勝又千吉郎から1959年6月4日は日本の英学者、早稲田大学名誉教授、富士短期大学初大学長、神奈川県箱根出身。小学校を中退し、横浜郵便局に勤務しながら横浜英和学校で英会話を学んだ。上京して国民英学会に学んだ後、ジャパンタイムズに就職して英作文を検算した。 東京府立第四中学校三井鉱山勤務を経て、早稲田大学教授となり、ジャパンツーリストビューロー、横浜市立横浜商業専修学校、英語教授研究所に兼務した。終戦直後は、行政機関で翻訳に従事し、戦後立証大学教授、富士短期大学学長を務めた。連合重視し、長年ノートに要領を書きため、英和活用大辞典を編纂した。 明治5年11月18日足柄県足柄下郡足の湯の旅館伊勢屋の長男として生まれた。幼少期は旅館が経営難で借金取りに追われる日々を送った。1884年4月24日足の湯小学校中等2級を終了後、1885年家計を助けるため横浜に出て、12月21日横浜郵便局に就職し、 初期として外国カワセジムに従事しながら、一年余り、横浜英和学校ハイスクール最上級で、校長モーガン・カルファー、ボックス・オブ・キュリオス発行者エドガー・ブイ・ソー・オン・娘、コメ、神戸クロニク発行者、ロバート・ヤング・妹等に、英会話を学んだ。1890年12月22日、郵便電信書記保。1896年通りに係りのイギリス人、観光客、 NG チャムリーに、高学信を認められ、学習援助されたため、2月17日郵便局を退職し、上京して国民映画会に入学し、安藤寛一、川上清志、もがみ梅夫等と共に、磯部屋一郎、岡村愛蔵、石川角次郎、ウォルツ、岡倉義三郎等に学んだ。5月9日生化12月12日英文化を卒業した後、 同校に教師として止まった。1897年ジャパンタイムズ創立時、国民新聞上の求人広告に応募し、5月、飯塚洋平と共に採用され、記事の執筆、国内新聞の社説の、ようやく議会のリポート等に従事し、1898年4月15日、竹信陽主太郎と青年を創刊した。また、この頃立教学校、 生息英語学校、慶応義塾にも短期間通った。1901年4月体調不良と読書時間確保のため、竹信義太郎の紹介で、東京府立第4中学校教諭心得に展示、吉田茂、田辺元、高柳健三、那須明等を教えた。1902年8月発給のため結婚を考えて退職し、12月20日、 矢野次郎の推薦で、三井鉱山合名会社に入社し、第一秘書家辞席として、段卓馬の英文秘書を務めたが、読書の時間が取れず、1906年2月8日、退職した。1906年4月1日、竹信義太郎の紹介で、早稲田大学講師となり、小学部で英作文を担当し、1911年4月教授に、進んだ。 1940年6月27日、早稲田、大学高等師範部長。1943年3月31日、定年退職し、4月1日名誉教授になると同時に、春都市学院に出向した。この間、1913年5月1日、竹信吉太郎の紹介で、ジャパンツーリストビューロー食卓となり、1941年頃まで、 期間ザ・ツーリスト上で、早稲田英作の名で、日本の事物を紹介した。また、1920年10月23日から1927年3月31日まで、横浜市立横浜商業専修学校教授として、野学生を教え、1924年9月1日から、終戦まで、英語教授研究処理事を務めた。1945年終戦後、 12月18日外務省終戦連絡中央事務局職宅となって翻訳に従事し、1948年2月14日司法省終戦連絡部職宅、1949年6月1日法務府事務官に展示、1952年3月退官した。また、1946年12月31日から1948年3月27日まで、 衆議院臨時翻訳事務職宅。1950年4月1日、立正大学文学部教授。1951年4月1日、富士短期大学初代学長、理事兼教授。晩年、英和活用大辞典改修中に視力が衰え、他に構想していた、用語辞典、熟語辞典は未完に終わった。1959年6月4日、 東京定心病院に入院し、前立腺切開手術を受け、7月初め退院したが、9月17日医病で、再入院し、22日午前11時50分共振症で、死去し、25日正午四谷聖イグナ治療協会で、告別式が行われた。小学校中退の学歴でありながら、ジャパンタイムズ等での実務経験が、自らの英語力を培ったと自負し、 実用的な英語能力を重視した。特に連語に注目し、1905年以来同僚のイギリス人記者を真似て、英文を読んで当たった表現をノートに書き留め、ハサミでページを切り取って分類するノートブックハビットを長年実行し、英和活用大辞典等の編纂につながった。アメリカ軍新中時代には、クズヤに金を払ってゴミ箱からアメリカ人の手紙等を収集させたという。 また、日常英語には、昭和が不可欠であることを認識し、福沢諭吉、開港昭和に習って、昭和集も多数出版した。1907年、桜井養村、日本における、英語史を読んで、英学史研究を志した。月給で、飛行本を購入すると、妻の追求を逃れるため、家の外から、庭の生垣に本を押し込み、座敷に入った後で回収したという。 1959年蘭学資料研究会顧問。フランソワ・ハルマ、蘭物辞典、ハルマ和解、英和大学集陳辞書等の旧蔵書は、早稲田大学図書館洋学文庫に所蔵される。酒とタバコは飲まず、茶道、書道に通じ、一時期釣りに熱中した。晩年アントン・ジリアス・カールソンの老人学論に、傾倒した。実家は、箱根足の湯の旧家で、代々、 伊勢や星座絵門を名乗り、旅館を経営した。ありがとうございます。